ロシアファシスト党メンバーとの記念撮影秋草春4月6日から1949年3月22日は昭和期の日本陸軍軍人。最終階級は陸軍少将、陸軍士官学校卒、陸軍中野学校校長を務めた。1894年4月6日、秋草すぐえもんの4、男として栃木県足利市に生まれ。 幼くして、東京の同族、秋草、明らの養子となる。陸軍委託学生として、東京外語学校に学び、後に、ハルピンに留学。参謀本部付、関東軍特務機関に勤めるなどして、1933年、ハルピン特務機関の補佐官となり、情報活動で活躍し、大祖情報の第一人者となる。1936年9月、 アナン症症発案による科学的防御用機関設立の準備員に指名される。陸軍中野学校の立ち上げに関わり、1938年4月、同校の初代校長となる。敗戦後は、逃亡を進める部下の進言を断り、ソ連軍に投降、連行され抑留を経験。1949年3月22日、モスクワ州、 ウラジーミルのウラジーミル監獄で死去した。去年56。墓地は、ウラジーミル監獄に隣接する市民墓地で、加藤泊二郎中将と共に葬られている。ありがとうございます。